皆さんこんこにちはレック専任講師の根本です。ここでは1月以降のレックの当連のラインナップを説明していきます。例年であれば1月から3月は実力要請編全部で12回なんですが今年は6回になっています。というのは例年の1月というのは今年でいうと10月にあたるんです。普段の10月そんなにアウトプットアウトプットでもないと思うんです自分の知識をを入れるる方こちらを優先してるはずなんです。 なんでぜひこの時期は自分のインプット自分の過去問演習こっちに専念してくださいただやはり通れがないとなかなかペースメーカーつかめないという方も多いと思いますそこでレックの実力要請は6回でいい塩梅のペースメーカーになると思います2週間に1回ですでしかもこの2週間に1回問題を厳選しています 具体的に言うと、こちらにいる講師が一つ一つの問題についてこの科目は基本はこれだこの問題は既存だと,といったもの過去のレックの答案練習会からチョイスをし法改正があればそれを直し皆さんにいい問題として提供していきます。 そして、記述の方はもちろんついております。新作の方が記述の方はついております。はい、これで3月まで土台をがっちり固めて、4月以降ではファイナル編が始まってきます。で、このファイナル編も変わっております。例年であれば、ファイナル編を8回やった後、ずっともし、もし、もしだったんですが、今回はファイナル編をまず4回やって、まず、 腕試し公開模試これをゴーールデンウィークに行ってきますそしてここでまた反省をしてファイナル編午前だけ午後,午後だけをやってもしもしファイナル編と公開模試これがいい感じでお互いに波及するような仕組みにしております短期決戦には短期決戦用プランが必要ですぜひレックの通連を使って本試験 勝ち上げていってください